皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは、時間は消費よりも投資するということについてお伝えしていきたいと思います。時間が大事な方っていうのは、結構多いんですけれども、その時間の使い方ですね、こちらの使い方について、そんなにこう意識をしていない方も案外多かったりするんですよね。で、結局時間っていうのは、消費っていうのはどういう状態なのかっていうと、それが例えばただ、いいんですよ、リラックスしたい時にはだらーっとした過ごし方をしてもいいんですけれども、なんだかわからないけど時間がなくなってるなとか、なんだかわからないけどだらっと YouTube 見ちゃったとか、なんだかわからないけど Facebook いろいろ見てるとか、 Instagram 見ちゃったとか、そういう感じっていうのはどちらかっていうと、消費に近い感じなんですよね。無駄に使っちゃったみたいな感じの消費になります。で、時間が足りないっていう人に限って、消費的な使い方をしている方が、結構多いですよね。で、逆に、時間を投資をするっていうことは、どういうことになるかっていうと、投資になりますので、例えばそれが何か変わった、形になって帰ってくるとかですね、そういう使い方をする時間っていうのがいいかと思うんですけれども、非常に分かりやすいのはやっぱ学びですね。勉学、お勉強とか、本を読む、読書をすることによって、そこから知恵を得るとか、あとは本当に何か学びのためにね、時間を使うって、これはどちらかというと投資に近いです。で、投資をすると、返ってくるリターンの確率が、自分への投資と学びっていうのは一番多分リターンの確率が高いです。真剣にやればですけどね、なので同じ時間を投資するんだったら、そちらの方がまだいいよねっていうところが一個ですね。それとあと、自分にご褒美とかっていう感じのですね、例えば旅行に行くとか、普段自分が体験したことがないことをチャレンジしてみる体験とか、そういうものっていうのは、どちらかというと投資に近いんですよね。それ消費というか浪費とかそっちじゃないんですかって思う方もいらっしゃるんですけれども、何をもってしてその時間を過ごしてるかっていうところで、投資なのか、消費なのかっていう違いは多分出てくると思うんですよね。例えば私もよく旅行は行くんですけれども、それっていうのは、もちろんご褒美的な位置づけは多いんですけれども、その時間を取るために、必死にお仕事はするわけですよ。その時間を空けないといけないから、遊ぶためにとなると、その前後に押してくるものはあるんですよね。で、そこを圧縮しながらお仕事をするっていうことによって、早くやっていくスキルは身につくのがその1と、やっぱ非日常の世界っていうのはアイディアとかがすごく湧くので、新しい事業とか新しい仕事のアイディアが出てくるとかっていうのもあります。で、また戻ってきたら、よし、また次に楽しい気持ちを味わうためにまた頑張って仕事しようっていう活力にもなったりするので、そういうメリハリ的な使い方、時間の投資ですね、体験を投資する、これって結構記憶に残ってるので、あの時の楽しい感覚をもう一度みたいなのは案外働く原動力になったりとかします。はい。ですので、時間の、感覚をどういうふうに捉えるかっていうのはもちろん人によって違うんですけれども、消費という時間の使い方よりも投資という時間の使い方に変えたところから、だいぶこう自分の、時間感覚っていうのが変わってくると思いますので、今の自分の時間の使い方は消費なのか投資なのかっていうのはちょっと考えてみるっていう一つのきっかけにしていただければというふうに思ってます。それでは。